はい、ではこちらの、タイトルの文献を井岡が紹介します。とこちらが、文献の、情報です。とまず最初にアブストラクトです。機械翻訳に限らず、一般的に翻訳においてその翻訳の正解っていうのは一つじゃないっていうのが、普通です。 なんですけれども、こう現在のその、今のNMT とか、他のモデルもそうなんですけども、そういうモデルっていうのは学習する際に、基本的に一つのみをこう正解として利用して、他にあったかもしれない正解っていうのはこう、誤りとして、暗に学習されるっていうような状態になっています。でその一方でその正解、ある一つこう明示的な答え、正解がある中で、それ以外の正解っていうのはこう似たバックオブワーズをこういう共有しているっていうような説っていうか、特徴があります。で、それはつまりこうバックオブワーズのだけによってこうある文が正解かそうじゃないかっていうのはこう区別できるんじゃないかっていうふうに言うことができます。で、この論文ではその仮説というか前提をもとに、その学習セットにないような正解っていうのもそのモデル的にそう、なんていうんですか、正解として考慮できるようにためにそのバックオブワーズっていうのを利用したモデルを提案しています。で、実際に、中国英語の翻訳で、その優位性っていうのを確認している論文です。と最初に、次にイントロダクションです。NMT っていうのは、従来のモデルに比べてその、守備一貫の妥当な生成ができるって書いてあるんですけども、そういう特徴がありまして、例えばこう、出力分だけ見るともうほとんど違いが分からないような、人間とのこう書いた文との違いが分からないぐらい守備一貫した文が出てきたりとか、あと翻訳自体もこ うまくいくっていうのが言われています。で、その現在の NMT のこう多くっていうのはこうこうベースとしてはこの CK2 シーケンスモデルっていうのの上で、作られているモデルです。で、そのシーケンス2シーケンスの、モデルのこう復習といいますか、というのをここに挙げてます。と、この例だと、日本語から英語への翻訳っていうのをシーケンス2シーケンスモデルでやるっていうのをこう図に表したもので、こう、これ概略図なんですけど、こうここからの線よりも上側がこうエンコーダーで、そこから下がこうデコーダーっていう図の表し方をしてて、こう例えば日本語で私は元気だっていう文があった時に、こうそれをこう RNN のようなこう機構に入れて、で、その最終的な出力がこうエンコーダーからの出力となって、それがデコーダーへの入力に入って、出力も同じようにこう RNN のような構造でこう単語が1個ずつこう出てくるっていうようなっていうのがこうシーケンスシーケンスの概要です。ちょっと詳しくこう見ていきますと、これはさっきの図の上のエンコーダー部分だけ取ってきた図なんですけども、こうまずこう入力になるような単語ですね、私は元気だっていう各単語っていうのをこうまず最初にワンホットベクトルにこう 変換してやって、そのホットベクトルをもとにその各単語のエンビーディングですね、単語埋め込みっていうのにこう次はその変換をして、で、その単語埋め込みしたベクトルっていうのをこう、RNN のモデルにこう入れていくっていうのがエンコーダーの部分です。でこうデコーダーっていうのがあれですね、その左からこう矢印が伸びているのはさっきのエンコーダーからの出力っていうのがこう次のデコーダーの入力になっているっていうような図なんですけども、ここではその、まず最初のユニットではその BOS、ビギオムセンテンスをこう入れて、その次その RNN からの出力としてこう、さっきと同じように、あれですね、さっきと同じようにじゃないですね、今度はその RNN の出力がこうアウトプットレイヤーを通してこう出てきて、それをワンホットベクトルにこう変換するっていうような手順を踏んで、こうデコーダーの方はこう単語が1個ずつこう出てくるっていうようなモデルです。これを2つ組み合わせてこう、エンコーダーとデコーダーを2つ組み合わせてこうさっきのようなこうシーケンスのモデルっていうのができます。で、次にその、アブストラクトでも言ったんですけども、その今の一般的な NMT のシステムっていうのはこう1つの正解訳のみをこう学習に用いて
こうシステムっていうのを作っていきます。で、それはまあ案にそれ以外の正解っていうのはこう誤った翻訳であるっていうふうな学習っていうのをこうしていることになるんですけども、それがこう NMT のモデルにとってこう悪影響を与えるんじゃないかっていうふうなことを研究しています。右のですね、で、右が実際にこうです、ね、あるこれ中国語なんですけど、中国語のソース入力に対して、まあ、これがこうあれですね、まあ、複数あるうちの一つの正解として、まあ、ここにリファレンスが載っているんですけども、載ってて、まあ、例えばシステムがこのトランスレーション1とかトランスレーション2のような出力をしたときに、そのですね、こうトランスレーション1の方が、まあ、意味としてはこう通っている、通っているというか意味としてはこう よく翻訳されていて、まあ、2の方はちょっと微妙みたいな感じになっているんですけども、これは、まあ、従来の NMT の例えば損失関数とかを見ると、こう2の方がこう損失が小さくて1が大きいみたいな ことが起きています。なんでその、まあ、2っていうのは2の方が近いんですけど、ただリファレンスとは離れて、あのリファレンスとこう、違いますね、あの2の方が意味としてはちょっと離れるんですけども、ロスは小さくなって、逆に1はその逆っていうことが起きるんですけども、その正しい翻訳っていうのはその似たようなバックオブワーズを共有してるっていうふうに書いてあって、例えばこのリファレンスとトランスレーション1っていうのはロス自体、あの従来の NMT のロス自体は小さいんですけども、バックオブワーズを考えた時にはこう2つが近いものになるっていうようなことがあって、それはつまりこう正しい翻訳と間違った翻訳っていうのはこうバックオブワーズで区別できるっていうふうに言うことができます。で、今回提案している手法っていうのは、その、まあ、従来だったらこうトランスレーション2の方がロスが小さくなるんですけども、そうじゃなくてこのトランスレーション1っていう方をこう優遇あのロスの上で優遇するようなモデルっていうのを提案しています。で、その実際にじゃあどうやってやるかっていうのがこの次このこれなんですけども、その翻訳モデルの中にそのバックオブワーズを生成する、まあ、タスクというか機構っていうのを追加します。でまあ、バックオブワーズはこうあれですね、こうどの単語を出すか出さないかっていうような感じなんで、まあ、マルチラベルの分類問題のような形になります。で、その、まあ、実際のモデルとして、どういうふうに組み込むかっていうと、そのさっきも出てきたようなデコーダーの出力のアウトプットレイヤーの各ベクトルっていうのをが、まあ、こうスコアベクトルと見なせるんですけども、そのスコアベクトルっていうのを合計して、その分レベルのスコアベクトルっていうのを計算します。で、その分レベルのスコアベクトルっていうのがそのあれですね、ある単価その分その、まあ、各その分ベクトル、分ベクトルじゃなくて分レベルのスコアベクトルの各次元は各単語に対応しているんですけども、その各単語がこう分のどこかしらに出てくる確率みたいなものがこう分レベルのスコアベクトルっていうふうになります。で、これはまあ文字の定義ですね、サンプル数データセットとしてサンプル数 N があって、こうソース XY ターゲットとして、で、まあ、従来だ普通だったらこう X と Y だけでこう学習させるところを、この BI っていうのも用意しちゃって、その、まあ、BI っていうのがですね、その YI の、まあ、バックオブアーズっていうのがそれぞれあるっていうふうに思ってください。で、まあ、図に表すとこんな感じで、まあ、入力はまあ普通のエンコーダーっていうか、まあアテンションエンコーダーで、まあそのまま飛ばすとして、そのデコーダーの方はその RNN の出力っていうのがから、 RNN の出力はこう各スコアベクトルっていうのが出てくるんですけども、それをこう全部総和を取って、こうまあ正規化したこう PB っていうのがこう、まあバックオブアーズと同じではないんですけど、そのなんていうんですかね、この単その単語が文のどこかしらに出てくる確率みたいなのがこう計算することができます。ただ実際学習するにあたって、そのまあ当然あのバックオブワーズだけ学習するんじゃなくて、当然普通に文としても学習しないといけないんで、こう2つ学習しないといけないことが出てきて、まあそれぞれに対してこうロスっていうのが計算できて、まあ L1 っていうのがまあ従来のNMT モデルで同じような NMT でまあ使われるクロスエントロピーの式になってて、で下がその今回のこう提案しているところで、まあ、こちらもエントロピー計算しているだけなんですけど、そのバックオブアーズでどれだけ近いかっていうのをロスとして、どれだけ離れているかっていうのをまあロスとして計算しています。で、まあ、その2つのロスを足し合わせるときにこう、まあ、
重みシグマ i っていうのを足してあって、まあ、シグマ i っていうのはこうこのグラフ横軸が i っていうのがまあエポックになってて、こうエポックが進むごとにこうあのラムダがこう大きくなっていって、こう途中から定数になるみたいな、まあ、こんなグラフになってます。こんなグラフの感じでこう重みを変化させていってロスを計算します。で、今回のロムディスで行われているけんあの実験っていうのがの設定がこちらで、その LDC コーパスっていう、あ、説明書いてなかったですね、こうニュース関連の記事が、ニュース関連のことが書いてある、まあ、コーパスで学習してこう、まあ、従来の翻訳タスク、まあ、比較するために翻訳タスクでこう従来の翻訳タスクで評価してます。で、まあ、それぞれ、まあ、語彙サイズ5万語に設定して、まあ、ブルーで評価をしています。で、これが結果で、まあ、上の方が、一番上以外、あ、一番上はあのフレーズベース、SMT で、まあ、その AMT じゃないモデルで、これそれ以降のここまでがこう NMT のこうこれまで提案されてきたモデルです。で、この下から2つ目がこう、まあ、こうこの、あの著者らが、まあ、実装した、まあ、テンション付きの、まあ、エンコー、あのシーケンスモデルで、まあ、一番下が今回提案しているモデルです。で、まあ、今回提案したモデルに一番近いのがこの卒上のアテンション付きの、まあ、シーケンスモデルで、単純にこれにさっきのロスの支給を追加したのがこれっていう、なんで、まあ、この2つ、最初にこの2つの比較をするとこう、まあ、4.55 ポイントこうブルーがこう向上していて、まあ、こう効果があるっていうのが分かります。で、またそれ以外のこう従来提案されてきたモデルと比較してもこう高いスコアをっていうのが出していて、まあ、効果があるだろうっていうのがあるだろうっていうことが分かります。で、まあ、次がこう実際に定性評価を行っているんですけども、こちらだとその例えば左の例で言うと、その、本来出力に出てきてほしいこうコミッティとか、プロテクションみたいな単語っていうのがこう従来のモデルだと出てこないのがこうちゃんと出て単語が出せるようになったりとか、逆にこうこっちの例だとこう出さなくていいこう単語がこう従来の方だと出てきてしまうのがこうそれが抑制されてて、まあかつこう出てきてほしいオブがちゃんと出てきてるっていうような、まあこういう結果になっていて、まあバックオブアーズのこう効果が組み込んだ効果が出ているではないかっていうような、まあ結果になっています。で、最後コンクルージョンです。正解訳あの1つしか本来は、まあ、用意されていない正解訳とその正解訳のバックオブアーズの両方を考慮してこう翻訳を行うモデルっていうのを提案していました。で、まあ、提案手法がこう従来の手法に対してこう優位であるっていうような結果になっていてなっていました。で、こうフューチャーワークとして挙げていたのがこうモーフォロジカリリッチランゲージっていう、まあ、下に説明あるんですけど、そういう言語ではどうかとか、あと低資源言語においてこう今回のモデルっていうのがどういうふうに適用されるできるのかっていうのがこうフューチャーワークとして挙げられていました。以上で終わります。